大隈重信は言った。我々が今やっていることはおぐりの模倣に過ぎない。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、なんかもうこれ今日のテーマ大隈重信とか。いや違う。あ、違うの。いや、もうみんなちょっと期待してると思うよ。これはさっきおぐりのって言ったんだけど、おぐり光介之助忠政です。誰だっけそれ。そうなんだよね。あんまり知らない人は知らないかもしれないっていう感じの。うん。ちょっとね、個人的に今、ベロの裏側をね、切っちゃって、ちょっとね、喋んの辛いんだよね。ベロの裏側？なんでそのとこ切るん？いや、なんか食べ物で切っちゃったんだよね。本当に食べ物かな？なんだそれ。いや、小太郎といったら舌使いのね、名手じゃないか、名舌と言われてるからね。いやいや、なんでちょっと聞き苦しいところがもしかしたらあるかもしれないんですけども、まあいつもあんまり滑舌そんな良くないんで、まあ大丈夫かもしれないですけども、よろしくお願いします。了解です。はい、ということでね、この小栗光介之助忠政っていうのは、幕末に徳川家の家臣として、まあ、数多くの重要な役職について活躍した人物で、特に西洋列強を参考に日本の近代化の基礎を築いたっていう風に評価されている部分があるんだよね。うん。まあ、ただこの人で最後は明治政府に捕らえられて斬首となって殺されちゃってるんだよね。うん。家財道具なんかも多くが没収されちゃって、彼に関わる資料の多くが残ってないのが現状なんだよね。うん。これね、死後ね、84年後にね、群馬県で、小栗のね、日記や家計簿なんかが見つかったっていう出来事があって、うん、でそこにね、ネジ2本が見つかったんだよね。ネジ？ネジ。ネジって回すあのネジ。そうそうそう。それを大切に保管してたんだろうね。うん。まあ、そんなところから物語はスタートしていきたいなって思ってます。はい。ということで、この小栗っていうのは、旗本の家に生まれるんだよね。うん。旗本ってさ、石高で言うと1万石未満で、将軍にお目見えできる立場なんだよね。うん。で、お目見えできない家臣っていうのは御家人っていう扱いになるんだけども、うん。この小栗はさ、一般の旗本と違って、数多くの役職についてるってところが特徴なんだよね。うん。外国奉行にしても、勘定奉行、陸軍奉行並み、軍官奉行とか、海軍奉行並み、他にもね、たくさんの役職についてるんだよね。うん。彼ってその率直な言動から役職をこう罷免されるってことも多々あったんだけども、有能なためまた役職についてたりするんだよね。うん。でしかもね、勘定奉行に関しては4度も任命されていて、まあ、こういう人っていうのは幕府でも結構異例なんだよね。うん。そう、まあそんなね、彼がね、一体何をしたかっていうのをちょっとね、彼のやった主な功績というか、ところを絞って話したいなって思ってます。はい。一つ目がね、彼はね、日本とアメリカとの通貨の交換比率問題に対する対応を行ったんだよね。うん。で、これはね、1858年の日米修好通商条約、不平等条約と、まあ、一般的に言われるもので、この時にさ、領事裁判権とか関税自主権がないっていうところが、まあ、よく取り出されるんだけども、条約の中にはさ、貨幣の同種同量交換っていう条項が盛り込まれてるんだよね。うん。でこれは何かっていうと、同じ種類の通貨は同じ量で交換するっていうような内容なんだよね。うん。例えばアメリカの銀貨、当時はメキシコドルなんだけども、この4枚のドルを日本の銀貨に交換するとして、で日本の銀貨っていうのは一部銀貨っていうのが使われていて、まあ、これと4枚のドルを交換すると銀の量から言って12枚の一部銀貨になるんだよね。うん。でこの12枚の一部銀貨を日本の金貨である小判と交換すると小判3枚になるんだよね。うん。でこの3枚の小判金貨をもう一度ドルに戻すとどうなると思う？ん？金が増えんでしょ？そうそう、まあ12枚のドル銀貨になるの。うん。4枚のドルだったものが12枚になっちゃうっていう、もう3倍のドルとなって帰ってくるっていう謎のね、錬金術が行われてたんだよね。うん。
これはさ、一体何が起こってるのかっていうと、この問題はさ、日本の一部銀貨の価値が正しく扱われてないことによるんだよね。うん。ちょっと時代をね、遡ると、17世紀後半にはさ、幕府の財政が逼迫してきて、これはさ、金銀の産出が減少したことだったりとか、将軍の浪費とかもつながって、財政が逼迫していたんだよね。うん。で、そこで幕府は一部銀貨の銀の量を少しずつ減らしていったんだけども、価値はそのままにしたんだよね。うん。あくまでも一部銀貨は金貨の代用で補助的な役割だから、この一部銀貨に幕府の判さえ押してあれば、銀の量に関係なく価値があるっていうことにしたんだよね。うん。で、これってさ、まあ、今の紙幣の考えと同じでさ、一万円の紙幣はさ、紙の材質、量で見たら一万円の価値はないけどさ、国が一万円だと認めて、それをみんなが一万円だと信用してるから、一万円なわけなんだよね。うん。まあ、こういうさ、江戸時代にすでにこういった先進的な価値観で貨幣を運用していたんだよね。うん。で、これはさ、当時幕府は金銀の採掘権を握っていて、一般に金銀が出回ることもなかったし、幕府という絶対的な信用があって成立してたんだよね。うん。で、だからさ、日米修好通商条約を結ぶ際に、日本側はこの貨幣の同種同量交換を提案された時に反対をしたんだよね。うん。で、だけどさ、交渉役のタウンゼント・ハリスをはじめ、アメリカにはさ、その考えが、まあ、理解できずに、そのまま条約はさ、アメリカの主張で押し切られちゃうんだよね。うん。で、この時期ってさ、イギリス、フランスがさ、清と第二次アヘン戦争をしている最中だったし、まあそういった武力行使の恐ろしさっていうのもあったかもしれないし、まあそういったわけで、いわゆるさ、不平等条約ってものが、結ばれたんだよね。うん。で、結果さ、開港した横浜港ではさ、外国商人らがさ、大量にドルを日本の通貨と交換し始めたんだよね。うん。で、日本のさ、小判金貨がさ、海外流出してしまうっていう事態が起こって、またはさ、日本の商品をそのまま3分の1の値で買いちゃうっていうのもあったりとかして、すごく幕府を悩ませたんだよね。うん。これね、ちょっとエピソードがあって、日米修好通商条約の交渉役でもあり、その後初代駐日領事として日本へ滞在したタウンゼント・ハリス本人の記録なんだけども、うん、ハリスの年俸はね、当時5000ドルだったんだって。で、貯蓄として年額6000ドルをニューヨークに送金していたって自分で記録を書いてるんでね。うん。で、収入よりさ、貯蓄が上回ってるわけ。うん。ハリスはさ、合衆国との為替相場のおかげって言ってるんだけども、これはさ、要するに明らかに日米の通貨交換によって儲けていた証拠なんだよね。うん。で、このさ、日米通貨の交換比率の問題は、幕府はずっと抱えていたまま、1859年にさ、日米修好通商条約の批准書の交換を行うために、日本の使節団がアメリカへ向かうってことになったんだよね。うん。そう、批准書っていうのはさ、まあ条約に対する、まあ国家の同意を示す文書をまあ交換し合うみたいな、そんな感じなんだけども、そこに、まあ正史、新民正興と福士、村垣則政で、目付に小栗忠政が選ばれたんでね。うん。で、幕府はさ、このアメリカ行く機会に日米交換比率の、ま、調査を小栗に依頼をしたんでね。うん。で、これはさ、新民とか村垣じゃなくて、あえて小栗に頼んで、なぜだったら彼だったらその通貨の本質を理解して、この問題に向き合えるんじゃないかっていうところを、ま、評価されたんだと思うんでね。うん。で、ちなみにね、この、目付って、使節団のさ、それぞれの仕事ぶりを見て、まあ、例えば徳川将軍に報告する役目を担ってたんだよね。うん。で、もともとはさ、江戸時代より前からさ、目付っていうのはあって、戦場の手柄をさ、本人が自己不申告しただけだとさ、恩賞に預かれなくて、目付が観察役として、戦場全体のバランスから判断して、手柄を保証するっていう役割があったんだよね。そう、昔からこういう目付っていうのが根付いている日本なんだけども、アメリカではね、この小栗の目付役っていうのが理解されずに、当初はね、新聞でね、これ、なんて訳されてたと思う？目付。わかんないよ。これで、ね、スパイって訳されてたんだって。
まあなんかこの目付役ってなんだろうっていうのは当時もアメリカは結構不思議がってたんでね、うん、なんかこれ思ったんだけどさ、今ではさ、あの企業とかでもさ、監査する部署とかさ、監査法人なんかあるじゃん、うん、でまさにさ、なんかこれって目付がやってたことに近いんじゃないかって思ってきちゃって、まあ監査が近いだろうね、なんかイメージ的には。ねえねえ、そうだよね、日本はそんな昔からやってたんだっていうね。まあなんかね、将軍に報告するっていうあたりがちょっとあれだけどね。あ、確かにね。で、あのこの日本の施設なんて万延元年憲兵施設っていう言われる施設団なんだよね、うん、で川崎沖から、まあ、アメリカの軍艦のポーハタン号に乗って出発をするんだよね、うん、でその日のね空はねよく晴れ渡っていました。なんかこのワードはどっかで聞いたことあんな。どっかでね、うん、なんか天気のこと言ってた気がする。そう、これは本当に書いてあった。で、うん、このポーハタン号に随行して出発したさ、あの関林丸、こっちの方が結構有名なんだよね今だと、うん、まあ今日はねその関林丸じゃなくてポーハタン号に乗ってる、まあ、小栗の方に注目をしたいんだけども、うん、彼らさ施設団っていうのはサンフランシスコからパナマ経由で東海岸側のワシントンへ行って、それであのホワイトハウスに行って批准書を渡してるんだよね、うん、でそれからさ、まあ、フィラデルフィアの造幣局にも訪れる機会があって、ここでね小栗の裏の目的っていうか通貨の交換比率の調査を行ったんだよね、うん、でアメリカ側さ、日本がさ単なるこれ視察だと思ってて、そこにさ小栗はさ日米通貨の分析比較試験を行うことを主張したんだよね、うん、彼にはさ考えがあって、日本の補助通貨である一部銀貨の量を日本のもう本位通貨である小判金貨とアメリカのドル金貨、金貨同士で比較分析したいっていうふうに伝えたんだよね、うん、でアメリカはさ、これただ分析の方法を知りたいだけなのかっていうちょっと分かんなくて、両国の金貨の一部を削り取って分析しようとしたんだよね、うん、でそこに小栗はさ、金貨一部じゃなくて両国の金貨を丸ごと溶解して成分比較を行うことを要求したんだよね、うん、でこれにアメリカはさ動揺してさ、なぜならさドル金貨っていうのはさ銅なんかのさ不純物が多く含んでることを知ってたからやりたくなかったんだよね、うん、でアメリカがさ分析には時間がかかるって言ってこう逃げようとするんだけども、小栗はさそこで何度もこう粘り強く交渉して、もう何度もノーノーってこう突きつけたわけよ。まさにノーと言える日本人だったんだよね。もうで小形郎も言えるもんね。ノーと言える日本人言えないよ。うん、あそう。でこのさ粘り強い交渉の結果、翌日からさ金貨全量の分析実験が行われることになったんだよね。で小栗はさ、あの分析は朝から夕方までかかったんだけども、その間その場から離れずにさ昼食もその場で食べたぐらいなんだよね、うん、でさらにさ小栗はさ天秤ばかりを持ち出して、同行してる仲間の一人はソロ版なんかを出して複雑なこう計算をし始めたんだって、うん、でこれにさアメリカ側は驚かされて、あのニューヨークタイムズの当時の記事なんだけども、彼らの一貫した忍耐強さは鋭さ、知性、集中力と相まって現場にいた人々に感銘を与えたっていう風に書かれるぐらいだったんだよね、うん、そうで金貨のさこうして分析実験が終わって、その結果はね両国の金の含有量は両方ともねほぼ同じだったんだよね、うん、でただね日本の金貨にはアメリカの金貨より銀が多く含まれていて、そのためね少しだけ価値が高いってことが分かったんだよね。だからさアメリカの通貨が日本で通貨交換することで3倍の価値になってしまうっていうのはおかしいことを、まあ、証明したんだよね、うん、でたださ小栗はそれ以上の通貨の交渉までは委任されてなかったから、調査だけして帰国するってことになった、うん、でここでさ重要なのはさ、アメリカ側に通貨交換比率の矛盾点を認識させた点と、日本人がさ通貨に対して高い分析能力があるってことを示したことなんだよね、うん、たださその後一度結んでしまった条約の貨幣の同種同量交換っていうのはやっぱり覆すことができなかったんだよね、うん、
で、そこでね、幕府はね、対応としては、小判の金の含有量を約3分の1にした万円小判って呼ばれる金貨を発行することで対応したんだよね。うん、ただ、これをしたことでね、日本国内の貨幣のバランスが崩れちゃって、物価が上昇しちゃうっていうことになったんだよね。うん、これが、まあ、彼のやったことで有名な一つ目なんだけども、二つ目がね、横須賀造船所の発案と計画実行したことで、これがね、一番最も有名かもしれない。これもね、使節団としてアメリカへオグリが行った時に、まあ、いろんなものを見たのがきっかけなんだけど、その中でワシントン海軍造船所を見学したんだよね。うん、ここにはさ、船体とか蒸気エンジン、ボルトとかナット、砲弾、ドアノブにしてもさ、艦船に必要なあらゆる鉄製品が製造されてたんだよね。うん、で、日本はさ、昔からたたら製鉄っていう、少量ながら鉄は作ってたんだけども、アメリカのようにこう大量の鉄を反射炉とかで溶解して鉄を量産できるって施設はなかったんだよね。うん、で、さらにさ、驚いたのはさ、蒸気船の動力は蒸気機関なのは知ってたんだけども、その蒸気船を作る工場の動力もまた蒸気機関だったんだよね。うん、で、なんかこれはアンパンマンを作ってるジャムおじさんもまたパンが好きみたいな感じなんだよね。まあ、それは全然わかんないんだけど。あ、そう、うん。まあ、この時にさ、オグリーがさ、冒頭で言ったネジを持ち帰ったんじゃないかって言われてん、うん、で、他にもさ、このアメリカではあらゆるところに鉄が使われていて、使節団としてね、同行してた木村哲太っていうのがいるんだけども、うん、彼がね、記録したのにね、ホテルの垣根は全て鉄でできてるっていうふうに驚いた様子で書かれてるんだよね。うん、日本ではさ、こういったのって竹とかさ、木の板なんかで作ってたから、結構いろんなところに鉄が使われてるってことに驚くんだよね。うん。個人的にちょっとここで驚いたのは、名前がこの人さ、鉄田って、鉄に太いって書くんだよね。うん。いや、なんか、すごくない？いやいや、別に、今いてもそんなに、ああ、そういう人なのねぐらいじゃないの。あ、そっか。いや、なんかこれ、いや、うまくできてんなと思ったの、本当にこれ見たとき。まあ、鉄話題だからっていうことかな。そうそうそう。で、日本にさ、これ帰ってきたオグリっていうのは、まあ、その後、勘定奉行になるんだよね。うん。で、幕末にはさ、幕府は、これ外国で作られた軍艦をいくつか保有するようになっていて、そのさ、軍艦が故障したらさ、日本には修理する造船所が、こう、なかったから、上海とか、ジャワとかに船を運んでいたんだよね。うん。で、これだとさ、大変なこう時間とか費用がかかる。で、そこでオグリはさ、自国で造船所を建設するってことを構想するんだよね。うん、これにさ、まあ、幕臣には造船所建設に反対する意見っていうのも多くてさ、まあ、勝海舟なんかその代表なんだけども、彼はさ、まずは船を運用する人材を育成するべきだっていうふうに主張したんだよね。うん、まあ、で、何よりさ、造船所には莫大な費用がかかるわけで、幕末の幕府にはさ、こう、お金がなかったんだよね。うん。これはさ、将軍家持ちの上洛費用だったり、生麦事件でイギリスへの賠償金もあったし、第二次長州征伐の費用もあったし、まあ、いろんなこう、動乱の中、軍需物資の購入にもさ、多くのお金を割いてたんだよね。うん。こんな状況下でさ、幕府存続自体も不安視されてた時代に、まあ、オグリがさ、言った有名な言葉があって、これがね、いずれ売り出すとしても土蔵付き売り屋の栄誉が残るっていう風に言ったんだよね。ん？全然よくわかんなかった。そう、これね、どういう意味かっていうと、売り出すっていうのは徳川政権を手放すっていう意味なんだよね。うん、徳川政権がたとえなくなったとしても、まあ、造船所っていうのが土蔵付き売り屋だと思ってもらって、この造船所をさ、一緒に残してやればきっとそれは徳川の栄誉になるよっていう風に言った言葉なんでね。まあ、ちょっと諸説はあるんだけども、大体こんな感じだと思うんだよね。うん、これってさ、なんか目先の自分の利益じゃなくてさ、もう日本全体の未来のためにさ、言ってるような言葉なんだよね。うん、その後さ、彼は資金はさ、勘定奉行の責任でなんとか工面するっていうふうに主張して、結果ね、オグリの主張が認められて、幕府はね、正式に造船所建設を決定したんだよね。うん、で、場所はね、横須賀に決まって、たださ、日本人だけでこの造船所を作るっていうのは無理だったから、技術力の高いさ、
列強諸国のどこかにこう頼む必要があったんだよね。うん、でそこで検討していく中で、まずアメリカはさ、南北戦争に突入してて、とてもじゃないけど地獄のことでいっぱいだったんだよね。うん、イギリスはさ、アヘン戦争とか生麦事件の件もあったし、まあ、印象がさ、良くなかったんだよね。うん、で、ロシアにしてもさ、少し前に対馬を占領したっていう事件があって、これも印象が良くなかった。うん、で、オランダはさ、まあ、鎖国時代からも貿易をしている友好国だったんだけども、一時期のさ、繁栄時よりさ、衰退している、まあ、そんな国だったんで、ちょっとこれも違うだろうってことになったんだよね。で、まあもうこれはね、消去法って言われてたりするんでね。まあ、フランスだったらいいかなっていうところで決まったとも言われてるし、うん、でさらにね、まあこの時期ね、幕府がね、昭覚丸っていう蒸気船の修理をね、横浜に停泊中だったフランス軍に依頼してたんだよね。うん、で、このね、修理の様子を小栗自身も見に行って見学していて、その修理の出来具合の素晴らしさに感心をしていたっていうのも、まあ、フランスに決めた影響もあるんじゃないかっていうふうに言われてる、うん、でここでフランスに造船所の依頼を正式にして、まあ、フランス海軍のね技師のベルニーっていうのが派遣されたんだよね、うん、彼はねあの29歳って若いんだけども豊富な知識と経験を持っていて献身的に日本の造船所の建設に貢献してくれたんだよね。例えばさ、造船所の見積もりはさ、幕府の予想より3分の1ほど安いっていう結構良心的な値段で出してきてくれたんだよね。うん、今までさ、オランダとかイギリスに蒸気船の建造費頼んでたんだけども、その3隻分ぐらいの値段で造船所自体ができちゃうっていうような価格だったらしいんだよね。うん、まあ単純に今までね、イギリスとかオランダにぼったくられてたかもしれないんだけども、そういうのもあったし、あの、またフランスからさ、国営工場3年以上の技術の高い職人を呼び寄せてくれたんでね。うん。こうして工事が進められて、完成したのはね、明治4年なんでね。うん。そうそう、もう幕府は崩壊しちゃった後なんだけれども、ただ、幕末に開始したから、この時期にできたっていうのもあるんでね。うん。で、この横須賀造船所のさ、凄さっていうのは、いくつか紹介したいんだけども、うん。まずはさ、当時国内最大の規模なんでね。うん、で、動力はさ、蒸気機関を動力とした工場っていうのも国内初だったんだよね。うん、で、幕末にはさ、佐賀藩とかさ、薩摩藩が反射炉を備えたりとかして、近代化をこう推進してたっていうのもあったんだけども、それはさ、動力源はあくまで川の落差を利用した水力だったから、もう初めからこうやって蒸気機関を動力としてるっていう点があるんだよね。うん、あとはその船だけじゃなくてさ、多くの工業製品を作ることができる総合工場を作ったんでね。うん。で、あとね、待遇の面でも月給制とか残業手当なんかも採用したのもこの横須賀造船所なんでね。うん。で、このさ、造船所のおかげで、例えば国内外の艦船の修理で明治以降膨大な国の収入をもたらしたんだよね。うん。それと、日本のさ、主力産業として活躍した富岡製糸場ってあるじゃん。うん、で、そのさ、機械部品もここで製造してるんでね。うん、で、あとはさ、日露戦争の駆逐艦とか、魚雷艇の建造もここで行われてるし、まあ、そういった面からもさ、日露戦争時の連合艦艇の司令長官の東郷平八郎がさ、日露戦争後にさ、小栗家の遺族を自宅に招いて、横須賀造船所のこの建設をしてくれたことの感謝を述べてるっていう、エピソードがあるんだよね。うん、そう、まさにさ、こう幕府が土蔵付き売り屋として残したものが明治政府にこう引き継がれて日本の近代化に大きく貢献したっていう一例なんだよね。うん、で他にもね、兵庫商社の設立案っていうのも彼は行っていて、これはさ、大資本の外国商社との競争に勝つために大阪の豪商20人ほどにこう出資をさせて商人組合を設立したんだよね。で、一株さ、いくらで、こう、希望者を民間から募って、その組合を通してさ、貿易をするってことをしたんだよね。うん。で、この利益で、ガス灯の設置とか、郵便とか、電信制度、鉄道敷設をしていくっていう計画をしてたんだよね。うん。で、これはさ、活動開始から、半年も経たずにね、戊辰戦争が起こっちゃって、活動を休止しちゃってはいるんだけども、こういう計画を立案してたんだよね。うん。
あとはね、築地ホテルっていうのがあって、日本初のね、これは本格的な洋風ホテルの建設を、まあ、小栗が推進したんだよね。うん。これね、22階建てで、水洗トイレ、シャワー付きで、客室はね、102室あった、まあ、かなり大きなホテルなんだよね。うん。で、これもね、民間から出資金を集めて建設して、その後の出た利益を株主に配当するっていう、株式会社のね、概念を導入したものなんだよね。うん。ただこれはね、明治5年の火災で全焼してなくなっちゃってるんだけども、こんな風にさ、幕末においても西洋列強参考に近代化を進めていたんだよね。うん、で、小栗自身はね、その後どうなったかっていうと、幕府側と新政府側との争いがこう激化してって、鳥羽伏見の戦いが勃発をして、これにね、幕府軍が大敗をして、将軍らがさ、大阪城から江戸城へ退去したんだよね。うん、でそこでさ、今後について幕臣の中で話し合いが行われて、勘定奉行とさ、まあ陸軍奉行をその時小栗は兼任していて、彼はさ、主戦論っていうのを唱えたんだよね。うん、徹底して新政府と戦うっていうことを主張したんだよね。うん、で、勝海舟なんかはさ、その恭順派でさ、これで意見が対立をしててさ、まあ恭順っていうのはさ、新政府とは戦わずに命令にこう慎んで従うっていうような態度なんだけども、この恭順をさ、まあ、将軍の徳川慶喜っていうのも選ぶんだよね。うん、だからさ、小栗はさ、ちょっと幕府からはさ、厄介払いじゃないけど、役職をこう罷免されちゃうんだよね。うん、で、その後、小栗も将軍のさ、意向に従って、恭順の道を選ぶんだよね。うん、で、そこでね、幕府から、まあ、与えられていた領地である、上州の権田村っていう、まあ、今のね、群馬県の方だね、に移住をするんだよね。で、村内でさ、村中でさ、暮らすために屋敷をこう建設していて、そこにね、新政府側にこう目をつけられちゃうんだよね。うん、彼がさ、その厳重な拠点を構えて、そこに砲台も築いて、新政府に対抗しようとしてるんじゃないかっていうふうに疑われるんだよね。うん、で、視察に来たさ、新政府側の使いにはさ、これって自宅を建設してるだけで、砲台もさ、青銅製の飾りのものが自宅にあったんだけども、砲弾もないし、ただの飾りっていうことをもう確認してもらったんだよね。うん、で、所持してたいくつかの小銃もすべてこう、その時差し出していて、ただそれでも後日ね、小栗とその家臣は捕らえられてしまって、まあ、一切の取り調べもなく、全員こう、斬首になってるんだよね。うん、これってね、武力抵抗せずに恭順した幕臣の中で唯一殺された人物なんだよね。で、こうして彼はね、42歳の生涯を終えているんだけども、このね、処刑の理由っていうのは、未だにこう、謎が多いというか、まあ理由として考えられるのはさ、小栗は幕府の中枢で活躍していて、新政府とはさ、最後まで徹底的に戦うっていう主戦派の、まあ、代表格だったんだよね。うん。で、その分さ、新政府側から、まあ、恨みを買っていたっていうのもあったかもしれない。で、二つ目はさ、幕府の勘定奉行を何度も務めたっていうところで、幕府のさ、こう、資産を隠し持ってるんじゃないかっていう噂が広がっていたんだよね。うん、で実際にこれね、斬首直後に、小栗邸のね、家財道具っていうのは大規模に略奪を受けてるんだよね。うん、で、斬首されてから84年目、もう戦後のね、1952年になって、その群馬県の渋川市で、小栗のね、直筆の日記と2つのネジが見つかりましたっていうお話でした。なるほど。いや、いろいろ考えさせられるなと思うんだけど、これさ、日本の近代化ってさ、明治になってさ、明治政府によって始まったって思われがちだけどさ、幕末の幕府においてもさ、結構近代化に力を入れてたんだなっていうのが、なんか分かったし、うん、で、そのさ、中心人物だったのが、まさにこの小栗忠正で、まあ、冒頭でさ、明治政府の重鎮である大隈重信も言ってるんだけども、我々が今やってることは小栗の模倣に過ぎない。っていう言葉がね、なんか印象的な人だなって思いました。うん。いかがでしょうか。そうだね。まあ、直接この人聞いたことあるかなぐらいにしか知らなかったから、まあ、幕府で、やっぱりそれだけ、なんていうの、重要なポジションにいた人っていうところでさ、まあ、もし幕府が続いていたら、多分もっと活躍できたんじゃないかなっていう人だとは思うんだよね。ああ、そうだね。うん。だからまあこれも時代というか運命のいたずらというか、だから名前が埋もれてしまっているのはやっぱりまあもう一重に運がなかったとしかちょっと言いようがないのかなと思うんだけれども。ああ、確かにね。うん。まあ歴史の中にはこういう
すごい能力はあってもやっぱり埋もれちゃう人っていうのがいるんだなってちょっと改めて思いました。はい。これさ、おぐり光月の助忠政って光月の助ってついてんだよね。うん。忠臣蔵で有名なさ、吉良光月の助の光月の助と一緒なんだよね。ああ。そうそう。これね、実際に赤穂浪士にこう殺された吉良がさ、その家自体断絶になったってことでさ、それ以降さ、江戸時代において縁起がこう悪くて、光月の助って名乗る人って、それまで一人もいなかったんだって。うん。で、そこで周囲の心配よそに、名前で人が変わるものかって笑ってこう言って、小栗は光月の助をつけたっていうエピソードがあって、うん、で結果さ、キラとさ、こう同様首を切られて亡くなるっていう、なんかこう、まあ、偶然とはいえ縁起が悪いよねって思って、うん、確かにそうだね。緒方太郎の使命の歴史のところでもね、あんま関係ないかそれは。あ、名は体を表す。そう、体を表してないけどさ、なんかねちょっと通ずるものがあるのかなっていう気はしちゃったよね。いやね、まさにね、歴史って何が起こるか分かんないなって思って。まあそんなわけで、今回は、小栗光月の助忠政についてやりました。はい。まあということで、大人の近代史、YouTube がですね、あとちょっとで、なんと、1000いきそうなんで、ぜひね、皆さん、最後の1000人目になっていただければ嬉しいです。最後の世界って言ってもそれ以上増えねえじゃねえかよ。確かに。やめてくれ。やめてくれ。増えて。はい。いやね、YouTube もね、そのカテゴリー分けされてたりね、あの戦争ものとか確かね、昭和とか明治とかでもしてるんで、自分の興味あるものが探しやすかったりするんで、ぜひ見てください。はい。もうメンバー登録お願いします。はい。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.